座ってやって。
成したらいたずらにならない。スタンプもらえる保証なかった。それにお兄は優しいから、私悪い子？どなたですかって。運命は自分の手で作
師の私が言うのですから間違いありません。先生術師とやらの占いだっておそらく一番確率の高い未来というだけの天気予報みたいなものですよ。ちょっとは私のこと見直しました？わかればよろしいのです。あの様子だとマヤ様もう高台様とは会ってくれないかもしれませんよ。はい、you
impression of her. セーブしますね。目的地では先に進みましょう。
く忍ちゃんのところへ。でもお兄は忍ちゃんと結ばれる運命。他人が決めていい運命なんてありません。仮にあったとしてもそんなものにどんな価値がありますか。宝大様は選びました。自分自身で運命の相手を。違う、私は信じない。あなたはお兄をたぶらかすヘッポコ天使。な、そんなことない。私は忍ちゃんを幸せに。忍ちゃんか。私は忍ちゃんの運命を。これだ。お願い、宝大くん、博士でマヤちゃん、ゴーゴー。マヤちゃんのために。私は信じない。運命は忍ちゃんを幸せにするの。マヤ、忍ちゃんいたの。マヤのバカ、あなたの気持ち私知ってるんだから。妹の気持ち無視して宝大と付き合って私が幸せになれるって、それ本気で思ってるの。お姉ちゃん舐めないでよ。気もない男を妹から譲られて、そんなの幸せなわけないでしょうが。そんな、それじゃあ私はどうしたら。自分に素直になればいいと思う。結局私たち3年も遠回りしちゃってたんだね。宝大聞いて、まだちゃんと言ってなかったから。もう気づいてると思うけど、私あなたのこと好きだから。返事聞かせなさい。うん、知ってた。相手が悪かったか。さあマヤ、私は振られちゃったわ。次はあなたの番。宝大はこう言ってるけど、どうするの。私はお兄のこと。マヤ様、
混乱しているようですね。宝大様、ここはあなたの愛でマヤ様の本音を引き出すターンです。はい、決めてください。宝大様、ラストドキドキフィールド展開。これで宝大様が不必要にモテることも
明日から女の子に嫌われることもないでしょう。私の役目は終わりましたからね。忍様に習って席を外すとします。ヘコロちゃん、ごめんなさい。ヘッポコ天使だなんて言って。気にしてませんよ。確かにここまでややこしい話になったのは私のせいでもありますし。私は恋のキューピッド。恋人同士を結びつけるのが仕事ですからね。それではお別れです。お二人に天使の祝福があらんこと。バイバイ。はい、はい。ええ、無事終わりました。それで一つお尋ねしたいのですが、ターゲットの運命の相手って結局どなただったんですか？運命の相手は矢さえ当たればそのうち絶対に結ばれるんだから、そんなことしても意味ないと思うけど。いえ、ただの確認です。少しだけ気になりまして。ちょっと待ってね。確か神園忍さんだったかしら。あらあら、今調べたら神園真由さんになってるわね。女神様、見間違えたのかしら。ありがとうございます。神園真由様で間違いないですよ。それではすぐそちらに戻ります。はあ、運命を自分以外の手で決められてあなたは満足しますか？あの時はどうせ運命がある限り必ず正解を引くだろうと思って適当に言っただけだったのに。チャージショットの効果もあったとはいえ、まさか運命の方をねじ曲げるなんて。ああ、これがバレたら私すごいお仕置きされちゃうかも。どこかの誰かさんみたいに天使の力を失ってしばらく地上で暮らすことになったりと。もしそうなれば意外と早くお二人と再会することになりそうですね。さて、それじゃあ帰るとしますか。本当に良かったのかな。ううん、お兄は最強の彼氏。それは難しいかも。お兄、難しいよ。だってお兄より最強の彼氏なんていないもん。